ガー。ガーは、アメリカ海軍の潜水艦、タンバー級潜水艦の一隻。艦名は、北米、中米を原産とする古代魚の一種であるガーに、ちなんで命名された。ガーは、コネチカット州グロトンのエレクトリックボート社で寄港した。1940年11月7日に、ペッティングルプ人、ジョージ・ T ・ペッティングル少将の妻によって、命名。 浸水し、1941年4月14日に、館長ドナルド・マクレガー少佐、アナポリス1926年組の式典、コネチカット州、ニューロンドンで収益する。ニューハンプシャー州ポーツマスから、ニューロンドンにかけてのニューイングランド海岸地帯に沿って行われた、成長後、ガーは、ニューロンドンを11月24日に出港し、1941年12月3日に、 パナマ運河を通過、真珠湾攻撃の3日後にサンディエゴに到着した。メアアイランド海軍造船所で戦闘準備を行い、1942年1月15日に真珠湾に向けてサンフランシスコを出港た。2月2日、ガーは最初の紹介で日本近海に向かった。名古屋近辺伊勢湾に入り口、瀬戸内海への入り口である、キー水道などをショークとした。 2月22日夕刻国はの地点で3000トン急貨物船に対して3度にわたり魚雷を発射したが命中しなかった。3月13日朝、ガーは三倉島西方50海里の地点で特設給料船、秩父丸、日露漁業1525トンを発見して魚雷を4本発射し3本命中させて撃沈した。3月28日、 ガーは54日間の行動を終えて、真珠湾に帰島した。4月19日、ガーは2回目の紹介で、トラック諸島方面に向かった。この紹介では、4月28日から、クエゼリン干渉、ギー水道沖で紹介を行い、5月3日には、輸送船に対して、巨雷を発射したが命中しなかった。翌5月4日にも、ギー水道沖で輸送船を発見して、 魚雷を2本発射し、1本が命中。爆雷攻撃を受けた者の,の被害はなかった。5月17日、ガーワのトラック製法で9000トン級輸送船と9シップを発見し、9シップに魚雷を命中させたと判断された。6月8日、ガーは50日間の行動を終えて、フリーマントルに帰島した。7月3日、ガーは3回目の紹介で、南シナ海及び、 タイランド湾方面に向かった。ボルネオ島、アランバス諸島及びマレー半島を結ぶ海域でシンガポールに出入りする航路を紹介。この紹介で唯一見た船は7月28日に目撃した5000トン級病院船だった。8月21日、ガーは50日間の行動を終えてフリーマントルに帰島した。9月17日、ガーは4回目の紹介で 南シナ海及びタイランド湾方面に向かった。この紹介では、機雷不設の任務も与えられていた。10月12日、ガーはプロカンビア島近海の地点で敵潜水艦を発見したが、追跡中に見失った。10月20日未明、ガーはのタイランド湾の最北部、バンコクにつながる海域に32個の機雷を予定通り時期。これは以前に、 アメリカ潜水艦によってパトロールされた重要な日本の航路を妨害する戦略の一環として行われ、以後潜水艦による機雷不設作戦は戦争末期までしばしば行われた。10月31日にはの地点で貨物船を発見したが5マイル先にあったため攻撃しなかった。11月7日、ガーは51日間の行動を終えてフリーマントルに帰島。 艦長がフィリップ・ディ・クイーク少佐、アナポリス1932年組に変わった。11月28日、ガーは5回目の紹介でマニラ湾近海に向かった。12月8日、ガーはの地点で平南丸、負傷661トンに対して巨雷を6本発射し、ついで海岸まで追いかけて砲撃により破壊した。コレヒドル島、ターン半島沖び、 ルソン島西岸を往復して紹介し、12月20日にはの沖で第827船団を発見して、魚雷を3本発射したが、命中しなかった。1943年1月1日、ガーワのマニラ湾港で第829船団を発見し、魚雷を発射して5000トン級輸送船を撃沈したと判断したが、実際には回避されていた。 1>, 1月9日には、のマカッサル海峡で水上規模艦の塗料に魚雷を命中させて撃破した。1月19日、ガーは53日間の行動を終えて、フリーマントルに帰島した。2月9日、ガーは6回目の紹介で、南シナ海に向かった。2月22日、ガーはバラバク海峡で高速で航行するタンカーを発見。3月8日には、マニラ近海で、 輸送船団を発見したが、哨戒機の接近により攻撃できなかった。ガーはこの他にもいくつかの目標に接触したものの、やはり哨戒機と哨戒艦艇による警戒が厳重な、ため、攻撃をすることができなかった。3月17日から21日まではミリを偵察した。4月2日、ガーは53日間の行動を終えて、フリーマントルに帰討した。4月23日、 ガーは7回目の紹介でマニラ近海に向かった。5月9日、ガーはネグロス島南東海域で特設砲艦あそまる関西機船703トンを撃沈。5月15日にはのボアク島南西海域でパラオからマニラに向かう第3207船団を発見。11時16分頃にまず陸軍輸送船、明海丸、明治海運。 3,197トンに魚雷1本を命中させて撃沈。約1時間後の12時21分頃に陸軍輸送船員ダスマル大阪商船4,361トンにも魚雷1本を命中させて撃沈した。このほか、ガーはこの紹介で6隻の小型船舶を浮上砲船で撃沈した。五月十七日、ガーは十四日間の行動を終えて、 フリーマントルに帰投した。6月18日、ガーは8回目の紹介で、ジャワ海およびフローレス海方面に向かった。7月1日、ガーは、ティモール島近辺の海岸に4つのコマンド部隊を上陸させた。7月14日、ガーはの浅瀬に座礁した500トン程度の内燃機船を攻撃し、その乗組員はジャングルの中に逃げていった。7月23日、 ガーは34日間の行動を終えて、フリーマントルに帰島。艦長が、ジョージ・ W ・ラウトルップ・ジュニア・少佐、アナポリス1934年組に変わった。8月8日、ガーは9回目の紹介で、セレベスト方面に向かった。チモール・マカッサル海峡周辺を行動し、8月20日にの地点で、特設運送船ハリヤママル・機船。 955トンを撃沈した。9月13日、ガーは37日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。オーバーホールのためメアアイランド海軍造船所に開港された。作業終了後、11月30日に真珠湾に戻ってきた。12月16日、ガーは10回目の紹介で、パラオ方面に向かった。1 9四四年一月二十日、ガーは、 パラオーキで陸軍船、高雄丸、航海機船、5324トンを撃沈。2日後の1月22日には、パラオーキで3番目の輸送船団を発見し、海軍徴用船対イ丸、日本海機船、3670トンを撃沈した。2月9日、ガーは55日間の行動を終えて、真珠湾に帰島した。3月3日、 ガーは11回目の紹介でパラオ方面に向かった。この紹介ではパラオに対する第58任務部隊マーク・ミッチャー中将の空襲に対する支援を命じられておりガーは日本軍の防御砲火の射程内にある海岸で倒れていた8名のパイロットを救助した。4月21日ガーは49日間の行動を終えて真珠湾に帰島した。5月20日 ガーは十二回目の紹介で、小笠原諸島方面に向かった。この紹介では、6月9日にの地点で、日本の海上トラックの船団を攻撃し、少なくとも一隻を炎上させた。6月28日に、もの地点で800トンから1000トン程度の船舶に、対して、砲撃を行った。7月9日、ガーは47日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。 艦長がモーリス・フェラーラ少佐アナポリス1937年組に変わった。8月14日、ガーは13回目の紹介でパラをヤップ島方面に向かった。この紹介ではヤップ島近海で救助任務に当たった。9月7日にはヤップ島の施設を砲撃し、その後はスリガオ海峡方面に移動して紹介した。9月29日にはの地点で、 小型船を発見し、機銃装者で撃沈した。10月9日、ガーは54日間の行動を終えて、ブリスベンに帰島した。11月3日、ガーは14回目の紹介で、ルソン東方面に向かった。この紹介では16名の人員と30トンの貨物を搭載し、フィリピンに輸送する任務を命じられていた。11月20日、 ガーはベルで島水路沿いのミンドロ東北岸に到着し、信号で合図を送った後貨物5トンを陸上げ、翌11月21日、第一の任務官僚の報告を送信した後、ダリガヨス川近辺に移動し、先行して第二の任務遂行の気を伺う。夕方になって浮上して、陸上と連絡を取ったところ、4キロ北にあるサイエステバン沿岸では3隻の日本の警備艇が、 警戒してり、また、サンチャゴ部には2隻の日本の従順洋艦と1隻の駆逐艦が停泊していることを伝えられる。3日後の11月23日、ガーはサンチャゴ部に到着し、16名の人員と25トンの貨物を陸揚げしたが、いると伝えられていた従順洋艦はいなかった。11月24日に任務官僚の報告と輪外湾の偵察を行い、 翌11月25日にはの地点で1000トン級海上トラックを砲撃で破壊した。11月30日、ガーは26日間の行動を終えて、ミオスウンディ島に帰島した。12月4日、ガーは15回目の紹介で、ルソン島方面に向かった。12月11日、ガーはルソン島、デュリアナオスインレットに到着し、35トンの貨物を陸上げ、 代わりに、日本側の防御砲火の位置や、可燃物庫、基地配置を記した地図を含む機密文書を受け取り、撃墜されて、味方にかくまわれていた、軽空母、ラングレー所属のパイロットを収容した。任務完了後、ガーは高速で、陸岸から離れ、12月18日に、サイパン島に帰港。12月27日、ガーは24日間の行動を終えて、真珠湾に帰港。 これが、ガーの最後の紹介となった。ガーは、真珠湾でのオーバーホールの後、第一戦任務を離れてサイパン島、グアム、マリアナ諸島での対戦訓練の標的艦任務に従事すべく、1945年4月2日に、真珠湾を出港。戦争の残りを標的艦として活動した。終戦直前の8月7日に、グアムアプラ港を出港し、ハワイ、サンフランシスコ、 パナマ運河を経由して10月20日に、ポーツマスに到着する。ガーは12月11日に退役し、予備役艦として1948年9月まで保管される。その後10月まで、ポーツマス海軍造船所でオーバーホールが行われ、海軍第4艦区の予備役訓練艦として、オハイオ州、クリーブンドに配属されることとなり、ガーはミシシッピ側、 を経由して1948年11月28日にクリーブランドに到着し、訓練任務に従事した。その後、ガーは1959年5月29日に除籍され、11月18日に秋生むスクラップメタル社にスクラップとして売却された。ガーは第二次世界大戦の先行で11個の従軍聖賞を受賞した。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。